のゆかです。今日は市販の明太ポテトサラダを使って簡単なエッグスラッドを作りたいと思います。耐熱の器に市販のポテトサラダを入れます。今回は明太ポテトサラダを使いました。ここにお好みの量のとろけるチーズを乗せます。この上に生卵を割ります。電子レンジ500ワットで2分加熱します。はい、出来上がりました。お好みでパセリをかけて超簡単明太エッグスラットの完成です。卵を崩してパンにつけて食べてください。そのままでも美味しいです。はい、ということで今日は明太ポテトサラダのエッグスラットを作りました。普通のポテトサラダやマッシュポテトに例えばバジルを入れたりとかカレー味にしたりとかいろいろアレンジができますので、ぜひぜひ、皆さん作ってみてください。器の種類で加熱時間も変わってきますので、お好みの硬さになるまで時間を調整してみてください。この動画がいいと思ったらいいねボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。